アメリカ留学中の韓国人の学生の方のユンさんの質問に答えて、竹島がなぜ日本の主張だけじゃなくて国際的に見て日本の領土でしかありえないのかってお話をいたしたいと思います。私が青山さんに聞いてみたいものはこれです。私が朝鮮語で言うと解くと、竹島問題についてはよく分かりません。私が感じるのはもちろん韓国人ですから、トクトが韓国領土だと信じたいがない可能性もあると考えます。私はトクト、竹島が韓国の領土としてまたは日本の領土だと断定しません。なぜなら両方の証拠と根拠を全て公平に見てないのに。それで私は青山さんに聞いてみたいです。日本のトクト竹島の主張に関する根拠を私におっしゃってください。それでこそ私も両国の主張を論理的に理解して、また他の人たちに論理的に説明することができるからです。まずユンさんは韓国で、韓国領土だったという教育を受けたはずですが、ユンさんのご質問非常に正直に書いてあって、本当は無条件にそう思うことにしてるだけだって書いてあるんですが、普通ですとね、例えば日本の江戸時代に、竹島に流れ着いたところの韓国の、今の言葉で言えば漁民の人が日本の殿様と謁見をして、その時にその竹島が、当時は松島と言ったはずですけれども、韓国のものだと認めさせたなんてことがですね、このユンさんたまたま見なかったかもしれないけど、実際に書いてある韓国の教科書あります。僕はそれソウルで見たこともありますが、これむちゃくちゃな話で、当時の日本のお殿様がその漂着した外国の漁民に会うことはありえないんで、まずここから嘘なんですが、さあその江戸時代を踏まえてですね、日本はこの江戸時代も含めてこの竹島を主に漁場として活用してきました。でその上で1905年明治で申せば38年に日本政府は正式に竹島を島根県に編入しました。でその後1905年にそれがあって、その40年後、1945年に日本は戦争に負けました。日本は戦争に負けたことによって台湾や朝鮮半島は日本から離れました。それは事実の通りです。でその後実際何が起きたかというとですね、これユンさん、アメリカという自由の地にいますから、英語の文献を中心によく調べてみてくださいね。でその文献でもうおすすめの英語の文献、ユンさんおそらく英語できるでしょ、ラスク書簡とあります。ラスクさんというのは当時のアメリカ国務省の幹部です。この方が韓国に宛てた公式な書簡、私的なものじゃない。でこの実物がナショナルアーカイブス、ユンさんご存知ですね、ワシントン DC にあるアメリカ国立公文書館、ここに現物が保管されています。リクエストによってはその現物を見ることも可能だと思いますが、そのコピーは間違いなくアメリカ国内にいると見ることができます。このラスク書館の中に、そもそも竹島は日本領という意味が明記されてて、それと同時に、その背景にある考えとして韓国は戦勝国じゃないということをアメリカははっきり示してるんです。これ実は1945年に、第二次世界大戦が終わって日本は敗北者です。これは間違いありません。これについて敗北者と認めるなといういわば右からの脅迫が僕に来たりするんですが、いや間違いなく日本は負けました。それが昭和天皇の御意でもあります。御意に逆らうことはしてはいけません。そして私たち日本国民の基本的な公平な考え方であります。でその上でですね、5年後に、もう朝鮮戦争が始まりました。でその朝鮮戦争を大きなきっかけとして韓国の態度が変わった、つまりアメリカに対して変わった。でこれは韓国を批判していってるんじゃなくて、リアルな話としてアメリカは戦争ばっかりしてる国です。共に戦った国や人々を大事にします。朝鮮戦争では米韓の連合軍が北朝鮮とその後入ってきた中国人民義勇軍と共に戦った、いわばそこで戦友になった。韓国はそれをこれはしっかりと見て、公平に言います、したたかっていうよりはしっかりとその事実を把握して、そこからその朝鮮戦争を契機にしてアメリカに強く要求したことがあった。それは何かというと、その朝鮮戦争が始まった翌年の1951年にサンフランシスコ講和会議というのが開かれます。
つまりアメリカはその朝鮮半島の情勢も見て、日本をいつまでも敗戦国にして非占領国に留めておくんじゃなくて、日本をちゃんと独立を回復させて、つまり日本軍もアメリカ寄りの日本軍を作って、アメリカの力をアジアでもっと強くしたいってこともあって、1951年にサンフランシスコ講和会議を開いて、そこでサンフランシスコ講和条約というものを実際に結ぶわけですよね。で、それに向けて韓国から非常にアメリカに要求が激しくなったのは、一つ、韓国を連合国だったことにしてくれ、ね、で、連合国だから韓国は日本の領土の一部を韓国領にできるはずだと、この2点を要求したんですね。で、その時にアメリカ国務省の幹部だったダレスさんという人が、これも記録ちゃんとありますから調べてください。このダレスさんが韓国大使側に明言したのが、韓国は連合国じゃありませんと。そもそも大韓民国の建国自体が1940年代のにもちろんなってからですから、存在してない国を連合国として認めることはできない。で、そもそも実は戦争中に連合国の宣言というものが行われてますが、その時に当時の韓国側が、つまり韓国だと 3.1 独立運動と言ってますが、その運動の母体も含めてその連合国の宣言の中に加わってないので、したがっていかなる意味でも韓国は連合国じゃない、したがって戦勝国側じゃない、ということをダレスさんが正式に韓国の大使に通告をしました。しかしそれに韓国は納得せずに、ずっとアメリカに要求し続けたのが竹島と、そして日本語で言うと波浪と竹島に加えてですね、波浪とこの島を韓国領として認めてくれということを要求したんです。そしてアメリカはこれを調べたところ、この波浪島が実在しないと。これ実はここは僕の推論1点だけありますとね、つまりアメリカは実は軍事国家として日本海の島々をよく調べてた。だから実は日本の島々のことをよく分かってた。で、もともと日本は海洋国家ですから、さっきの竹島を漁場として活用してたように、日本海のことをよく知ってた。しかしおそらく韓国はあまり、本当は今韓国が勝手に東海と言ってますが、日本海のことをよく知らなかったんじゃないか、この1点だけは推測ですよ。しかしそう思わざるを得ないのは、なんとこれ実在してないんですよ。竹島と、実在している竹島と波浪島は韓国に入れてくれって言われて、で、アメリカはそれ調べた。そしたらこれ実在してなくて、いまだに見つかってないんですよ。この岩礁、つまり岩、大きな岩、竹島もまあある意味そうですけど、それがこれじゃないかっていうのはありますけれども、実は波浪島って島がありましたっていうことを、当時の韓国大使も実証できないまま終わってて、アチソンさんという当時のアメリカの国務長官、つまり外務大臣ですね、それが実在しない島を韓国連にしろというのは一体どういうわけだということを韓国大使に告げたという、これもファクト、この辺全部事実ですね。で、その上で当時の韓国の大統領の李承晩さんがどうしたかというと、このサンフランシスコ講和条約結ばれること自体に反対してた。つまり日本は独立を回復するな、非占領国のままでいろと言い続けても、それが相手にされなかったので、どうしたかというと、そのサンフランシスコ講和条約は翌年の1952年の4月28日に発効する、もう字書かなくても分かりますよね。条約は結ばれてからしばらく、周知期間を置いてから発効します。その4月28日、52年の4月28日、僕もまだ生まれてませんが、その発効する直前に、勝手に日本海に線を引いたんです。ちょっと正確な図を書いてる時間ありませんが、朝鮮半島がこのようにあって、日本の島根県の沿岸があるとすると、これ正確な線じゃありませんよ。正確な線じゃないけども、こういうふうに線を、こういう線を引っ張ったわけですね。直線の線を。で、この中に竹島を勝手に入れてしまったわけです。で、このラインはもともとどういうラインかというと、これマッカーサーラインっていうんですね。あのマッカーサーで、そのマッカーサーラインというのは、領土や領海を決めたもんじゃなくて、とりあえず日本が主権を回復するまで
の間、日本の漁業権、日本の漁民が自由に活動していい場所はどうしましょうかっていうので、これアメリカ自身も、これもアメリカですからきちんと記録があると思いますが、根拠なく、はっきりした根拠なく、まあおおむねこうだろうと、まあ、これぐらいの範囲を確保しておけば日本の漁民も生活できるだろうということで、マッカーサーラインっていうのを引いたわけですよ。それと同じラインを韓国が、韓国のラインとして、李承晩ラインとして引いたんですよ。今の話でひょっとしたらユンさん分かるかもしれないけど、マッカーサーラインはだから1952年の4月28日にサンフランシスコ講和条約を発行して、日本の主権が回復された同時にこれもう廃止になったんですよ。マッカーサーラインは国際社会で公に廃止になったわけです、ね、で韓国はそれを大統領の名前の李承晩ラインとして残したわけですが、これも実は消えてなくなったんです。いつか1965年です。1965年に日韓基本条約が結ばれて、このユンさんが望まれている通り、日韓が連携できる国になったときに、この李承晩ラインっていうのは実はこれなくなったんですよ、ね、なくなったっていうことは、このここにある竹島が韓国領だといういかなる論旨も実は失われた、失われたのにそれをままそれを維持し続け、そしてその過程で例えば日本の漁船の船長が韓国の軍事力に襲撃をされて殺されると、で殺されなかった人も多くが韓国に拿捕されて連れて行かれてということもたくさん起きて、いまだに日本政府はその責任追及が実はできてないわけですね。でこれがもう一回言います、日本の立場で実は言ってるんじゃなくて、これ全部ファクトだけです。さっきそのハロー島っていう奇妙な要求をしたのが、韓国は日本海を本当はかつてはよく知らなかったんじゃないか、少なくともアメリカがスパイも使って調べたほどには知らない、それから日本の漁民の広範囲な漁民の方々の広範囲な活動ほどには日本海をいわば生活の糧にしてなかったじゃないか、そこだけは推測ですが、あとは全部ただのファクトなんです。しかも全部エビデンスがあるわけです。だからその一つとしてラスク書簡というものが、もう一度申します、ワシントン DC の誰でもアクセスできる、国立公文書館、法律によって誰でも見ることが担保されてますから、そこにぜひ出かけていって、そのラスク書簡というものを、英語はおそらく読めるユンさんだから見てください。で、僕の言った今の事実関係の中で、これは事実じゃないと思うことがあったら、もう一度質問